6番、下山昌司議員。信号が目立っておりますので、注意して願います。6番、下山昌司です。通告書に従いまして、一般質問させていただきます。伊豆市のインフラ整備について、2020東京オリンピック・パラリンピック自転車競技の開催まで、すでに3年を切りました。開催地である伊豆市は、近隣市町とも連携して、大会を成功に導くことは当然でありますが、さらにはこのオリンピック大会の開催は、伊豆市、伊豆半島がどんなに素晴らしい観光地であり、またその魅力を国内外にアピールする最初で最後の最大のチャンスであると言っても過言ではないと思います。そのための準備とそのチャンスをどのように捉え、今後のまちづくりに生かしていくのか、大会の開催に向けたインフラ整備、特に道路整備の進捗状況はどうか、そしてそれが大会終了後の伊豆市の発展を見据えた整備となっているか、全市民が真剣に考え、交流人口の増加から定住人口の増加につなげていくように取り組んでいくべきであると考えます。1番、大会関係者や観客を迎えるにあたり、修善寺駅から大会の開催場所であるサイクルスポーツセンターまでの県道80号の整備、拡幅の事業の進捗はどうでしょうか。2番、市内各地の市道、県道、国道の境界部分についての拡幅予定はどうですか。特にサイクリストが安全、安心して気持ちよく走れる道路として整備が進んでいますでしょうか。県道349号線、修善寺天城東間線ですが、最近多くのサイクリストを見ます。また、平成34年4月には、佐野地区に伊豆市、伊豆の国市一般廃棄物処理施設の稼働も予定されており、地元からは、県道拡幅の要望が強く出されていると聞きます。伊豆市としてその要望に対して具体的にどのようにされていますか。3番、平成31年4月には天城東間インターチェンジが開通し、同時に道の駅がグランドオープンを予定しております。それに伴い、青羽地区の渋滞が緩和され、天城地区の南側、戸井地区のアクセスは改善されますが、その反面、現在の国道136号線沿線の疲弊対策が必要となると思いますが、その辺どのように考えていますか。また、伊豆のへそとして伊豆半島全体の観光発信が必要であると考えます。具体的にどのように考えているかお伺いします。4番、オリンピックの開催を3年後に控え、伊豆市をはじめ、伊豆半島全体の自然の美しさと魅力を国内外に発信していくためにも、伊豆半島の景観形成は必要不可欠であると考えます。市内の不適格な看板の撤去や指導はどのように進めていくのかお伺いします。ただいまの下山昌司議員の質問に対し、答弁を求めます。市長。はい、市長。お答え申し上げます。まず道路整備については、当然これは建設部長からの答弁させますけれども、市だけではなくて、実は県の方もですね、国の交付金を活用して事業しておりまして、私どもはオリンピック関連であれ、伊豆縦貫道の要望であれ、必ず財務省と自民党にも伺ってですね、総額確保、やっぱりこの公共事業費の総額が増えませんと、社会資本整備交付金を使っての社会インフラ整備がどうしても遅れてしまいますので、そういったところまで踏み込んで毎年要望を続けております。
その中で優先順位としてですね、時期的優先順位をしっかり見極めていただきたいと県の方にはお願いをし、また進めているところでございます。それから、天城北道路柏天城宇賀島インターチェンジの完成というのは伊豆市にとっては極めて大きなインパクトがあり、西伊豆戸井と、それから非常にその道路形状の良くない天城宇賀島地区のですね、観光施設の活性化のためには極めて大きなインパクトがあります。そこで開通以降ではなく、事前にしっかりプロモーションをして、道路ができてから来てくださいではなく、やはり道路ができますという段階でですね、今度の1月がおおむね1年前になりますので、今年は予算付けしてございませんけれども、しっかり準備をしてですね、30年度にはこの天城北道路完成に向けてのプロモーションを相当広範囲に戦略的に進めたいと考えております。その中でやはりその DMO の中でデータを見ますと、修善寺のように宿泊も日帰りのお客様も多いところと、湯ヶ島、これはデータは常連の滝あたりで取ってるんですけれども、下田に泊まった方も熱海に泊まられた方も通過のお客様が立ち寄られるという特性が非常に強いことが顕著に表れておりまして、そういったお客様をしっかり取り込んでいくための工夫というのが必要なんだろうと思います。昨日もいくつかご議論がございましたけれども、道路ができたから何人来て何人買い物をするということではなくて、国土交通省から再三言われております、道路というのはあくまで舞台であって、その上でどのように踊るのか、誰が演出をして、誰が主役として、誰が俳優としてしっかり劇を作っていくのか、これは私たちの責任ですから、どのように豊のお客様を増やすのか、東島方向へのお客様を増やすのか、そして西海岸、南伊豆へ向かうお客様をどのように取り込んでいくのか、それは私たちの工夫と努力次第だと思っておりますので、予測値だけで事業計画を組むのではなく、予測値とそれから私たちの工夫と合わせて、掛け合わせてですね、しっかり事業というものを進めてまいりたいと考えております。続いて総合政策部長。それでは私の方から、順番ちょっと前後いたしますが、3番の、天城湯ヶ島インターチェンジの柏天城湯ヶ島インターチェンジの開通に伴う件につきましての、回答させていただきます。現在、進んでおります天城北道路、この、柏の天城湯ヶ島インターチェンジと、それから、大平のインターチェンジの間でございますが、ここが開通いたしますと、国土交通省の予測では、まず現道の方ですね、現136号につきましては交通量は確かに減少するという予測がなされております。しかしながら天城北道路、今度開通する道路を含めた、いわゆる南北軸全体の日平均の交通量というのは増加するというふうな予測になってございます。したがいまして、こういってこれらの増加する自動車交通量が、ここは主に観光客さんのお客様ということになろうかと思いますが、この方々が増加するような対策というのは講じる必要があるというふうに考えているところでございます。そこでインターが開設された後 の、国道136号 の、 現在の国道136号の沿線に対する、具体的な対策でございますが、例えばでございますけれども、このインター周辺にあるここではというような場所、新たなその魅力のあるような場所、お客様が立ち寄っていただけるような場所、こういった場所の洗い出しや PR、こういったものを進めて、お客様のその流れをつかむような検討をしていかなければならないと考えてございます。またご質問にございました、情報発信、これも非常に重要でございます。新たな道の駅につきましては、伊豆半島の南西部ですね、南伊豆方面の玄関口とも言えます。そういった下田方面、それから西伊豆方面、
そちらとの広域連携も視野に入れて、その地域ごとのネットワークといいますかを強化すること、これをするためにもやはり、観光地域情報の効果的な発信というものを考えていきたいと考えているところでございます。私からは以上でございます。次に建設部長。はい、それではですね、私の方から1番と2番して4番について、お答えいたします。まず県道8号線の整備、拡幅の進捗ですけれども、修園寺駅から西宮スポーツセンターまでの整備ですが、県道8号線、熱海大磯線と、市道大野中野沢線でつながっております。県では、県道熱海大磯線、柏久保工区と大野工区の2カ所で、改良を計画しております。市につきましては、大野中野沢線の、改良を、計画しております。現在ですね、どちらともですね、地元の説明は終わりまして、現在用地交渉に入っているところでございます。県道につきましてはですね、それで用地交渉の中でですね、県にお願いするばかりでなく、市の方が、県とですね、用地の取得事務契約ということをしまして、市も一緒に行って、市が、段取りを取って県にお願いするというような、そういう契約を結んで市も一緒になって頑張っているところでございます。現在ですね、8月の末時点ではですね、契約は、県道の柏久保大野工区でですね、1件ずつでございますが、今年度にはですね、用地買収契約を、締結させ、来年度からは工事に着手しまして、平成31年の2月に開催される、自転車の競技の世界選手権に間に合わせるよう県では事業を進めているところでございます。関連します指導につきましては、先ほど言いましたように、大野の、大野中野沢線、そして、駅前柏久保線といいまして、県道とタッチするところでございますけど、そちらもですね、平成30年度買収、用地買収を完了させ、県の進捗に合わせて可能な限りですね、その自転車の、競技世界選手権に間に合うように事業を進めているところでございます。2番のですね、市内各地の市道、県道、国道の境界部分の拡幅予定ということで、これはですね、県に確認をしましたところ、国道につきましては、国道の136号横瀬戸地区、それと戸井峠、そして下船場のバイパス、今トンネルができましたけど、その整備が行われております。横瀬につきましては、今年度、平成29年度、そして戸井峠、下船場バイパスにつきましては、平成30年度完成予定と聞いております。あと県道ですが、まず県道伊東西伊豆線につきましては、伊香田場工区と湯ヶ島工区の2カ所で整備を行っており、伊香田場工区が平成30年、そして湯ヶ島工区が平成32年で完成というふうに伺っております。また、県道修善寺江田線につきましては、修善寺の温泉場のですね、歩道改良というものをですね、平成31年完成ということに予定ということで伺っております。また県道沼津土井線につきましては、自転車の安全で快適な走行空間を創出するためにですね、車道上に自転車の走行位置を示します矢羽型という路面表示を整備を始めているところでございます。そして県道修善寺天城東島線の整備の状況ですけど、現在日向地区と雲金地区の2カ所で整備を行っております。今後の予定はですね、佐野地区の伊豆西園付近からですね、佐野の梶山という峠を下ったところの付近までの改良がですね、
平成29年、本年度ですけど、設計をしまして、31年で用地買収、で32年で工事を完成というふうに伺っております。指導の整備につきましては、指導の境外箇所、市内で13地区を計画して、安全安心な道路整備を進めているところでございます。続きまして4番のですね、伊豆半島の景観形成につきまして、伊豆半島の景観形成に向けた取り組みの一環としまして、今年度11月を目途に屋外広告物の規制を強化する静岡県の屋外広告物条例の改正が施行される予定でございます。伊豆市におきましても、今年度から月1回屋外広告物パトロールを実施し、設置場所や看板の大きさが基準に合致しているか、看板が安全に管理しているかを確認し、違反物件に対して随時是正指導をしています。また、設置の許可を受けていない屋外広告物につきましても、是正指導を行っております。そして現在、静岡県ではですね、伊豆半島全体の屋外広告物の設置状況に関する実態調査を行っております。今後はですね、県からそのデータの報告がありまして、違反の広告物についての指導を市の方で行う予定でございます。以上でございます。それでは再質問ありますか。はい、下山議員。はい、それでは何点か再質問させていただきます。ご丁寧な説明ありがとうございます。メモしきれませんでしたけれども、昨日のですね、市長の答弁で、現状では選手村も、プレスセンターも決まっていないということでしたが、オリンピック開催時には、修善寺駅は間違いなく伊豆市の玄関となります。先ほど来説明がありましたが、修善寺駅周辺、それから大野地区の県道指導の拡幅、用地交渉について進めているということですけれども、地権者や地元とのコンセンサスは十分に図られているかどうか、特に問題がないか、もう一度確認させていただきます。はい、答弁願います。はい、建設部長。はい、市長。一番問題はですね、いくら契約してもですね、地権者が協力していただけなければ道路はできません。その中でやっぱ地元にはですね、本当に丁寧に入ってですね、何回も何回も、市の職員が行って、市の職員だけで行くときと、県の職員も一緒に行くときとは移動でありまして、今大まか、理解を得られております。はい、再質問ありますか。はい、下山議員。特に問題なく、進んでいるということであれば、今後も着実に事業を進めてもらいたいと思いますが、このオリンピックを機にですね、単に道路の拡幅をするだけではなく、将来的にはですね、大野地区の小中学生の通学路として、自転車でも歩行者でも安全安心なものとして、歩道等もしっかり整備すべきであると考えます。またオリンピック終了後もですね、地元の生活道路あるいは観光道路として十分に耐えられる道路整備が必要と思いますが、その辺いかがでしょうか。はい、答弁願います。建設部長。はい、やっぱり議員おっしゃる通りですね、修善寺のまず柏久保航空につきましては、クランクの部分がですね、現況の幅が 6.6 メートルとで、なかなか狭い状況になります。そして大野の航空につきましては現況4メーターぐらいなものですから、大型が今後通行できないというような状況で非常に不便であります。今回ですね、それを改良するということで、柏久保につきましては、福音全幅で 10.5 メートル、車道が8メートルで、歩道が 2.5 メートルということで、歩道をしっかり設置しますので、ここは安心にそこを歩けると思います。大野につきましては、歩道は設置しませんけれども、規約が7メートルということで、2.75 という福音を取って、外に75線ずつ取ります。で、75線は十分人が歩けるということで、今の4メーターから2車線になるということで、まず安全と考えております。はい、再質問ありますか。はい、下山議員。はい、
先の文教ガーデンの事業の、新中学校の建設あるいは統合についてですね、大野地区のある保護者に、意見を聞いたんですが、統合には、本当に賛成ですけれども、通学方法が、一番心配ですと、それが一番の課題であるというの、ことでした。しつこいようですが、将来的に中高生の、自転車通学もですね、考慮して安全安心な道路整備を、県に対しても強く要望していただくようにお願いいたします。次2番ですが、県道349号線、修善寺天城湯ヶ島線の県道拡幅についてお伺いいたします。現在歩橋から伊豆西まで、それから矢沼から一山までは、十分な幅員があります。特に日向地区におきましては、両側に広い歩道が立派に整備されて、普段は多くのサイクリスト、ウォーキングをしている方、ジョギングをしている方をよく見かけます。反面、旧天城東地区の佐野熊根地区の県道拡幅は、現在、先ほどの答弁にもありましたが、工事が進んでいるんですけれども、実は20年以上前から、地区要望であり、同時にこの修善寺天城東線は伊豆市の合併支援道路でもあります。東京オリンピックを控えているだけではなく、先ほども申しました通り、平成34年には新ごみ処理施設の稼働が予定されておりまして、30年度からはその造成工事もスケジュール化されております。現状の、状態ですが、河津桜の施設の大渋滞、また修善寺方面からの大型バスが、田形南消防署をそのまま直進してですね、その先のカーブで、一般車両と変われずに、その結果大渋滞が発生するなど、同じ県道349号線でも日向地区や一山、田沢、矢沼地区とは、大きなギャップを感じておりまして、地元は大変迷惑をしている状況です。早期の解消を、あえて望みますが、あくまでもこれ、修善寺天城東線は県道であります。県の予算の関係もあることは承知の上で、伊豆市としてさらに加速していただきたいんですが、その辺どうでしょうか。はい、答弁願います。はい、建設部長。はい、本当に、議員おっしゃる通りですね、その区間がですね、非常に、狭くて狭い箇所で大渋滞、あとは事故とか発生することもあります。で、非常に狭いということで、ちょっとその中にですね、まず旭橋のところにですね、標識として、幅員減少の標識を、あります。あと雲金橋のところに、修善寺方面に向かいまして幅員減少のがありますけど、なかなかそれが見にくいという状態なものですから、その辺を踏まえまして、今回の伊豆西園まで道路改良はできますなものですから、そこから先というものは狭いもので、県にその辺はですね、ちょっと情報提供しまして、まずその対応をしていただくようなことを考えております。で、20年代という話ですけれども、非常に先日山東島線も長い中で、県としてもですね、やってないわけないということで、一路線にですね、何箇所も工事されないということで、まずはその危険な箇所からということで、雲金のですね、神奈川ホテル西小川さんのところの非常に狭いところですけど、あの辺を整備をして、で順次やっていくということなのですから、市としましてもですね、切らさないでずっと要望をかけて、なるべく早い時期に完成するように働きかけていきたいと思います。はい、再質問ありますか。はい、はい、下山議員。約1年半前ですが、平成28年2月24日に伊豆市伊豆の国市の両市長が、伊豆市伊豆の国市一般廃棄物処理施設の管理者、副管理者としてですね、地元の佐野区に、中間報告に出席され、この
施設のですね、建設の地域振興の要望としてですね、再度県道拡幅について強く要望されております。市長、覚えていらっしゃると思いますけれども、先ほどの、第一質問の中で、鋭意、県、国へも、要望活動していただいているということですので、ぜひ今後とも、よろしくお願いいたします。もう一点気になることですが、県がですね、4月に佐野区民全校を対象にしてですね、県道のルート案について、先ほど説明ありましたが、梶山から、妙本寺までですね、区間として B ということで聞いていますが、そのルート案についてアンケートを実施されましたが、その結果がいまだに、区民にはフィードバックされておりません。その区間ですね、あの雲金地区の多くの小学生が、通学路として使っておりまして、佐野区民からですね、地地として住まないというような意見もいまだに多くあります。決して地元だけに任せることなく、伊豆市としてですね、地元と連携しながら、事業の推進を図ってもらいたいと思います。ただ単にですね、地元の地区要望としてではなく、この一般質問することによって本当に危険であるということを知っていただきたいとの思いで質問させていただきました。ぜひよろしくお願いします。我々議員も、多くの場面で静岡県に対して強く要望している事業の一つであります。ぜひ天城東山インターチェンジのアクセス道路として、また、サイクリングのメッカとして多くの市民が、ウォーキングやジョギングで安心してできるような、道路、そして将来的に伊豆市の発展に寄与する道路として早期の実現を切に要望いたします。それから次に天城北道路が、3番ですね、天城北道路が天城東山インターチェンジまで開通した後ですが、先ほど説明を受けまして、しっかりとプロモーションしていくということでしたけれども、修善地区からですね、大平、それから月ヶ瀬までは、観光客の車の流れ、そして人の流れが大きく変わりまして、沿線の商店が廃れてしまうのではないかという懸念があります。特にですね、青羽地区のあるスーパーは、この天城北道路が開通した後は、撤退してしまうのではないかというような噂もあり、地元の方々は心配しております。もちろん事業者の個々の経営努力も必要かと思いますが、行政としてですね、地元と一体となって、この冷え対策にも何か手を講じるべきであると思いますが、その辺が何か具体的に考えていることはありますでしょうか。はい、答弁願います。はい、市長。ちょっと先ほどの道路の切実な状況について市長として補足させていただきますけれども、県道修善寺天城東山線、本当に交通量増えてまいりまして、でいくつかの境界のところで慣れない観光の乗用車とバスが入ってしまうと本当に動けない状況ですね。そこは重々承知をしております。そしてごみ焼却場を佐野で決めていただいたときにも極めて強い要望でしたので、県の方にも強く要望しております。でホテルと民宿側の間のところは地として進まない、その状況は全く地元の皆さんはそう感じられておりますし、私もそう感じて県には強く申し上げましたけれども、沼津土木事務所の修善寺出張所がもう実は職員さんの事業としてもいっぱいいっぱいの状況で、確か今年1名増員をしていただいたと思います。県の中でもそれくらい優先的に予算配分していただいておりますので、やはりその少ない人員の中でですね、発注業務が相当重なっているそうです。予算の方は私ども も引き続き県にお願いしてまいりますけれども、そういった状況の中でより事業が進捗するようにさらにお願いはしてまいります。それを踏まえてさらにその大平と月ヶ瀬の間の今度はそこが生活道路になって、今まで観光客のお客様もマーケットとして成り立っていたビジネスがどうなるか、それ確かにご指摘の通りでございます。現時点でまだそのいくつかのですね、具体的な撤退のお話があるのかどうかは私は確認はしておりませんけれども、もう感染が視野に入っておりますので、しかるべく事業をやっている方とは率直な意見交換をさせていただきたいと思います。もしその道路の進捗を踏まえて場所を変えるような選択肢があるのであれば、それも市としてのですね、支援のあり方についても検討してまいりたいと思います。いずれにせよ大きく町の形が変わりますので、
時間をかけてどのようなその再配置をしていくのかというのは大きな課題になろうかと思います。はい、再質問ありますか。はい、答弁ですか。総務政策部長。それでは私の方からも補足をさせていただきたいと思います。議員ご指摘の通り、やはり私の方も先ほど説明いたしましたが、交通の流れというのは変わる、これは事実でございます。その中で、そういった地域の皆様がそういったご懸念されていたり不安になっているというところはあると思いますので、そういう中でやはりある程度、そういった中で、情報をこう出すということも重要というふうに考えてございまして、道の駅の今の進捗とか検討状況等につきましては、これまでも広報伊豆ですとかホームページなどでもお知らせしていたところなんですが、より具体的正確な情報をですね、地域の皆様にこう出す、そういったことを検討してまいりたいと思います。そういう中でまた地域の皆様が、自らお考えいただける部分というのも少し参考になろうかと思いますので、そういったところは進めてまいりたいと思っております。はい、再質問ありますか。はい、下山議員。例えばですね、大平から青羽の区間には朝日滝とかですね、鹿野神社や鹿野城なんかもありますので、その辺のインフォメーションも積極的に推進していただいて、観光客が素通りすることがないようにぜひよろしくお願いいたします。道の駅の管理運営方針の一つにですね、日常的に地元に使われる施設を目指すとありました。全く同感です。私は7月に道の駅掛川へ行ってきました。やはり国交省と掛川市が整備主体となっておりまして、現在はですね、掛川地域振興センターが事業されております。多くの道の駅とちょっと違うなと思ったのは、地元の皆さんが、本当に安価な農産物を求めて毎日通っているような様子で大変にぎわっておりました。ぜひ今度の道の駅も、農産物だけに限らずですね、地元市民のにぎわい、あるいは憩いの場として気軽に訪れるような、そんな施設を目指してもらいたいと思いますが、その辺は具体的に考えていらっしゃいますか。はい、答弁願います。総合政策部長。ただいまのご質問でございます。まさしく今回整備しようとする道の駅は、地域の振興ということでございますので、やはり地域の皆様のためになる、そういったものでなければなりません。どうしても道の駅といいますと、観光客へ対するその、観光物、そういった産物、お土産品の販売だとか、そういったような形に目に行きがちでございますが、今回考えております、計画しております道の駅につきましては、多目的広場等 の利用、これは地域の皆様にもですね、利用いただけるようなものにしていきたいとしております。そういった中で今後検討していかなければなりませんが、今後の指定管理の中でもそういった使い方ができるようなことをですね、想定した運営というものを検討しているようなところでございます。はい、再質問ありますか。はい、下山議員。先ほど第一質問の中で広域的にですね、視野に入れながら観光案内もしていくというような答弁がありましたけれども、5月ですからオープンした伊豆ゲートウェイ観波、私も何回か、お邪魔しましたけれども、インフォメーションのコーナーにですね、いつも係の人がいないようなことが多くて、ちょっとその辺が、不安に思いますが、今度の天城屋島インターチェンジにオープンいたします道の駅の、観光案内については、例えばですね、道の駅内のコーナーに、天城屋島町の観光協会の出先を設けてですね、伊豆は一つというコンセプトのもと、西伊豆や南伊豆方面の観光案内も、さらに充実させて観光客のニーズに十分応えられるものとすべきであると思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。はい、答弁願います。市長。
総合政策部と産業部とまたがるものですから、私の方からお答えさせていただきますけれども、やっぱガイド、案内の担当の方がいるところといないところがものすごく違うんですね。修善寺駅前 の, 観光案内所は非常にお客様が集まってますし、大変残念ながら私たちが職員を配置しておりません道の駅のビジターセンター、ジオのビジターセンター、それから奥の近代文学館、やはり正直言ってガラガラです。そこでやはりそのガイドさんがいて、そこでストーリーをこう説明してくれるところとそうでないところの差が正直言って大きいですね。ですから観光協会の出先にするかどうかはともかくとしても、そこでやはりこうなんて言うんでしょう、楽しい十分な案内ができるような整備というものはさせていただきたいと思います。まだ具体的なことは事業者が決まってないものですから、具体的にはその後事業を詳細に詰めてまいります。補足はありますか、よろしいですか。はい、再質問ありますか。はい、下山議員、いろんな選択肢をですね探りながら、その可能性を探っていただきたいと思います。公設公営でですね、指定管理者だけに任せるのではなくてですね、観光案内についても魅力ある道の駅として十分にその機能を果たすよう進めていただきたいと思います。で4番目ですが、先ほど、丁寧な説明もありましたけれども、第1質問の答弁でですね説明になりました、景観に対して県の条例が、11月に改正されるということですが、屋外広告物に関する規制が強化されるということを聞いております。具体的にどのように変わるのかお伺いいたします。はい、答弁願います。はい、建設部長。ですね、現在国道や県道などの幹線道との沿線において原則設置許可を取れば屋外広告物を設置できる普通規制地域と原則屋外広告物を設置してはならない特別規制区域が決められております。それぞれ設置できる屋外広告物の基準が定められていますけれども、11月からはですね、現在は普通規制地域や無指定である地域が特別規制地域に変更となり、規制が強化されます。例えば県道修善寺天城東山線につきましては、これまで無指定だったものが特別規制地域になります。また修善寺道路から天城北道路までの区間につきましては、広告整備地区というように、より景観に配慮した基準の区域となります。以上です。はい、再質問ありますか。はい、下山議員。私も佐野に住んでおりまして、修善寺まで行く間にいろいろ気になる、看板が、ありますが、その11月にですね、県条例が改正されて、屋外の広告物に関する規制が強化されるということですが、それが伊豆市にとりましてどのような影響があるか、再度お聞きいたします。はい、答弁願います。はい、建設部長。はい、委員長。今ですね、現在基準に適合していまして、許可を得て設置している屋外広告物であっても、11月の規制強化に伴いですね、不適格物件になる場合があります。その物件については是正が必要になりますので、その辺はですね、まず随時、是正の通知とかですね、そういうことで対応を取っていきたいと思います。はい、再質問ありますか。はい、下山議員。ぜひですね、オリンピック開催までではなく、伊豆市においてですね、これから多くのイベントが、予定されております。風光明媚な、この自然を自信を持ってですね、国内外にアピールするためにも景観形成は、進めていただきたいと、要望いたします。最後に、未だに道路は政治という、政治家がおります。確かに日本の各地を見ますと、ほとんど通行車両がないのに、まるで高速道路ではないかというような一般道が多く存在している事業があります、事実があります。道路は政治というなら、きっとその地区にはですね、過去に強い大物政治家がいて、莫大な事業予算を、投資できたのではないかなと想像いたします。
まあ、伊豆市の政治家は清廉潔白な方だったようで、伊豆縦貫道は当初の計画から本当に長い年月を経て、ようやくこの30年度に天城屋島インターチェンジまでやっと開通見込みとなりました。まあ、便利さだけの追求だけではなく、防災のため未曾有の災害時の復旧工事のためにも、私自身一市民として完成を心待ちにしております。そして多くの伊豆市民が今以上に働きやすく暮らしやすくするために、例えば旧中伊豆町と旧天城ヶ島町を結ぶ矢熊伊方場線、また旧修善寺町と中伊豆町を結ぶ小川遠藤橋線は合併特例債の活用も可能と聞いております。限られた財政でありますが、可能であれば今以上に積極的に整備を進めてほしいと思います。景観とマッチした便利さを追求し、この伊豆市の若者がこの伊豆市にずっと住み続けたいと思うように、本当に必要不可欠なインフラ整備、そして10年20年後を見据え、将来的に伊豆市の魅力を最大限にアピールする美しい伊豆市、住みやすい伊豆市、その創造を目指し効果的なインフラ整備を推進することを強く要望いたしまして、私の一般質問を終わりにします。ありがとうございます。これで下山昌司議員の質問を終了いたします。